1976年某日にこんなスリラーな事件が起きております。あなたのご主人は死亡したので世帯主変更届を早く出してくださいという一通の通知書が郡山市の会社社長 A さん宅に届いたと。俺が死んだ、そんなバカな。 A さんは市役所から届けられた通知書を見て我が目を疑った。まあ元気な本人はもとより家族もびっくり仰天。世帯主変更届について催告と題した通知書にははっきりと死亡という文字のゴム印が押されてあり、郡山市長の名前で世帯主が変わった時は14日以内に変更届をしなければなりません。あなたの世帯は今までの世帯主が死亡したため新しい世帯主を決めて届け出てくださいと書かれてあった。 A さんは誰かが私を死んだことにして偽造した死亡診断書と死亡届を市役所に出し戸籍から消されたのではないか、手の込んだ悪質ないたずらかもしれないと思い市役所に電話をかけ、なぜ生きている俺を殺してくれた、一体どこのミスなんだと正した。この A さんの電話に驚いた市民課では担当の住民係の職員一人一人に事情を聞いて調べたところ、職員の一人が転居と押すべきゴム印を間違って隣にあった死亡の印を押してしまったものと分かった。世帯主変更届は世帯主が死亡した場合、または世帯主が家族と別れ転居した場合に届け出が義務付けられている。 A さんは一時期家族から離れて住所を移し2世帯となった。当然世帯主の変更届を出さなければならないが、 A さんは届出を出さなかったため市では転居を理由に第1回目の催告書を送付した。 A さんはその後住所を元に戻したため変更届の義務はなくなったが、市民課では元の住所に戻ったことをチェックせず、また A さんが2世帯のままだと思い転居と死亡を間違って書いた2回目の催告書を送付してしまったという。世帯主変更届の催告書作成事務は住民基本台帳と照らし合わせなければできない仕事。ミスを犯した職員が台帳を見れば A さんの生存と元の住所に戻っていたことは一目で分かったはずだが、肝心のこの作業を担当職員が省略、勝手に死亡と記載してしまったのがミスの原因だった。 A さんは縁起でもないとルーズなお役所仕事にカンカン。この飛んだ職員のミスに大慌ての市役所では課長が A さん宅を訪ねて、ご迷惑をおかけして申し訳ございません、本人には厳重注意、また会員一同もう二度とこのようなミスはさせませんと平謝り、これに対し事情を知った A さんは、過ちは誰にでもあるから仕方ありません、こんなことは二度と起こさないでください、私は一度殺されたのですからきっと長生きするでしょうと大笑いし、飛んだ死亡事件は一件落着となった。